簡易言語とは、プログラミング言語のうち、命令数、機能を制限するなどして習得容易にしたもの。1970から80年代に販売されていたビジネス向けアプリケーションのジャンル。本校で述べる。パソコン向け簡易言語の講師と言われる、ビザッカルク簡易言語とは主に1970から80年代に、オフコンやパソコンで利用されたビジネス向け。 アプリケーションプログラムの一ジャンルを指した故障。おおよそ現在のスプレッドシートプログラムに相当する。データ検索、作表やグラフ作図などの機能を持つものが多かった。1970年代から1980年代前半ごろに販売されていたオフコンやパソコンは各々メーカー独自規格で互換性に乏しく、業務用プログラムは反射 SE による開発。 もしくはコボルやベーシックなどの汎用プログラミング言語による自社開発が主流であった。そういった問題点に対し、プログラミング知識のないオペレーターであっても、いくつかのコマンドを覚えることで、会計、財務、販売など事務処理に伴うデータ処理を行うことができるように開発されたのが簡易言語であり、そのソフト生産性は汎用言語によるものに対して、 約3倍の効率アップが見込めると懸念された。簡易言語という名称は、当時、コンピュータを扱う場合、プログラミング言語の習得が重要視されていたことからの故障であり、実際には、後の表計算やデータベースソフトなどに近いものであった。開発メーカーは、プログラム不要、誰にでも簡単に使える電卓のような気軽さ。 あらゆる業務を簡単に処理といった謳い文句でセールスを行った。米国では簡易言語に相当する用語はなくソフトウェアの種類的な分類ではなく用途から分類すべきという日経パソコン編集部の主張などによりやがて表計算やデータベースといった用途ごとの故障に置き換わっていったという大事林 CD ロム版 MSX マガジン総監号 P98 オフィスコンピュータの歴史調査と技術の系統化に関する調査。産業技術史資料情報センター。2019年8月16日閲覧。草薙祐ーアレフ1982。ピアニッシも11パソコン教員の10年史その誕生から近未来まで。ありがとうございます。